い、やってまいりました。ビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについても お伺いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽にコメントください。よろしくお願いいたします。この番組は平総合事務所、ストレスマネージメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、本日もですね、ビジネス天国沖縄、お送りいたします。毎回素敵な、ゲストさんをお迎えしていろいろお話を伺っているんですが、だんだんですね、この番組もグローバル化が進んできていましてですね、今回また素敵な、ゲストさんをお迎えすることができましたので、CM の後にご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。ビジネス天国沖縄をお送りしております。いろんなゲスト様をですね、毎週お迎えして、本当に素敵なお話を伺っているんですけども、本日もね、本当に興味深いお話が聞けると思っておりますのでね、本当に僕自身すごく楽しみにしております。早速ですね、ご紹介したいと思うんですが、本当にですね、世界中をまたにかけて沖縄、特に台湾をですね、架け橋という形ですね、活躍されていますアーティースタジオ代表ですね、アーサー加藤さんです。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや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 、今日もね、僕はこういう番組3年ぐらい続けてるんですけども、はい、もうついにワールドワイド化が進んでいってですね、そうですか。はい、こういうね、はい、アーサーさんというね、素敵な方をお迎えすることができまして、本日はどうもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本当にアーサーさん、はい、本当にもともと台湾、うん、そうですね、台湾生まれで、台湾の方で生まれになって、はい、今も本当に台湾と日本を架け橋に活躍されている方なんですけども、はい、最初にですけども、動画見てる方、ラジオ聴きの方に、自己紹介の方お願いします。はい、わかりました。皆さんこんにちは。台湾出身のアーサー加藤と申します。私は27歳の時に、はい、日本語の勉強で、うん、日本に来ました。はいはい、当時は横浜に、住んでてね、うん、はい、であれから25年経ちました。はい、でこう見えてももう52歳です。いやー、お若いんですよね。はい、もう絶対僕より若く見えますからね。いやいやいや、そう、日本に来てその時ね、実は仕事、うん、はい、また探してた時に、うん、マルチメディア元年って言われた時代ね、はいはいはい、1993年、はいはい、でその時友達の紹介で、簡単の人望地になるメディア制作の会社に、うんうん、アルバイトで入りました。はい、で当初から、もうマルチメディアデザイナーとして、うん、最後は、その会社に行った時にチーフデザイナーまで、いました。なるほど、はい、アルバイトで入って、そうですね、8年間ぐらいね頑張ってきて。なるほどね。でその後ちょっと40歳を、はい、境目に、うん、もう一回自分でやりたいことを掴もうと思って、うん、はいはい、会社辞めて起業しました。なるほど。であれから12年。なるほどですね。はい、でそれは当然うん、得意のウェブデザインも生かしつつ、そうですね、はい、はい、やってることはどちらかというとデジタルを中心にしてましたね。うん、はい、で最近になって去年、1年前から、うん、ちょっとツアーガイドの話が回ってきて、はい、で私もちょっと興味あって、はい、でやってみたら結構いい感じで。なるほど、はい、なるほど、ね、特に台湾の方をガイドするって多いんですか？そうですね、両方やってますね。例えば日本人の方を台湾でガイドしたり、うんうん、3回しかやってないですけど、はい、で台湾から来たお客さんを日本の各地で約15回くらい、うんうん、案内しました。そうですね、はい、小さい頃からね、多分楽しいことばかり考えてやってきたので、うん、なるほどなるほど、はい、そう、結婚はもうちょうど昨日で23年になりました。おめでとうございます。いやでも家族と一緒にいる時間は実は少ないね、うんうん、それでも仲いいっていう。なるほど、ね、はい、まあ、長くいればいいってもんじゃないということですよね。確かにね、うん、喧嘩する機会少ないから、はいはい、なるほど。いないから、ね、まあ、でもあれですよね、ご自身がこう好きなことをして生き生きとしてるっていうのは、はい、ある意味こう周りの人にもね、
幸せを分けるという意味では大事かもしれないですね。あ、おっしゃる通りですね、はい、私もそういうポリシーで、うん、私の周りにいる人皆さんが幸せになるように、うん、まあ、仕事をやっていきます。はい、なるほど。もう聞くところによると、ね、お客様からね、はい、アーサーさんのガイドはアートだっていうふうに言われたことがあるっていうことで、はい、そうですね、その旅の芸術家っていうぐらいの、うん、まあ、その最高の褒め言葉をいただいて、うん、で自分自身もびっくりしてね。でその方は多分私の本業はデザイナーってあることを知らなくて、うん、で自然に感じてくれたかな。なるほど、ね、はい、だから本当にこう心底クリエイターなんだろうなっていう、うん、こう何かを作って人を喜ばせるっていう意味では共通点がありますもんね、はい、そうですね、はい、そこは根本だと思いますね、うん、はい、なるほど。どうですか、こう実際ツアーやってみて、うん、はい、僕自身もツアー当初、何も知識もなく、うん、経験もなく、でも幸い台湾の旅行会社から、うん、依頼をいただいて、はいはいはい、でやってみたらすごい大変、やっぱり全然違う業種なので、うん、で自分も団体ツアーに参加したことなく、うん、はい、見本なく、うん、でそれでもやっていかなきゃ、もう仕事を受けたからじゃあ私ができることは何だろう、ビジュアルにして全て画像で伝える、うん、なるほど、はい、そのクリエイティブの部分を、日程の管理とか、あとそのガイドマップとか、うんうん、全部私が作ってお客さんに配ったらうまくいきましたね、うん、なるほど、はい、でアーサーさんもともと台湾で、うん、日本にはもう長いですよね、住んで。そうですね、はい、これ台湾と日本のこう、うん、なんていうんですか、こう違いというか、なんかあるんですか。うん、まあ僕自身も多分日本に合ってるかなと思って、はい、で日本に来た当初から自分が外国にいる感じもしない、うん、あ、なるほど。で日本人の方から、アーサーさんって外国人っぽくないねって言われて、うん、なんかさらに前の社長がなんか日本人より日本人らしいところあるよって言われてそれは何だろう、分かんないけどね、古い日本人の魂かな、台湾にはね、日本精神という日本人心っていう言葉がありますね。あ、そうなんですか。はい、の日本人心というのは台湾語ですね、はい、日本時代に残された古き良き心を今も残ってるってい う、なるほど、なるほど、もともとなんか何ですか、こう、うん、来るべきして日本に来たかもしれないですね。はい、まあ短い間で出ますね僕たちっていうとおじいちゃんの時代、またね、はいはい、日本政府時代、はい、皆さん日本の名前持ってた。あ、だから日本人でした。おじいちゃんの時代まで、はいはい、あ、日本の名前を持ってたんですか。そうですね、はいはい、強制的にやらなきゃいけない時代だったかな。それでもよかったね、要は教育ちゃんと受けて、うん、で私のおじいちゃん、あ、まだいる時に、うん、いとこたちを集めて黒板にあいうえおと書いて教えてくれました。なるほど。でもね、飽きちゃうからすぐ皆さん逃げちゃったけどね、はい、でもそこ、そのくらい日本のことをが大好きな、おじいちゃんおばあちゃんがいて、で私たちも学校で教えてくれたことと家で聞いたことは違う、うん、やっぱりちょっとね反日的な教育もあったりする。でも家だと親日は、うん、その気持ち、なるほど、まあ、あとは自分で判断するね、うん、そうですよね、はい、なるほどね、うん、でもやっぱりこう両方のことを知ってるからこそ、やっぱりこう、はい、アーサーさんみたいな人は今後貴重になっていくのかなっていうイメージがあるんですけどね。いやいやいや、はい、まあ、さっき話した親日という言葉で、うんうん、まあ、日本人から見て、はいはい、もう台湾はとても親日な国って言って、うんうん、はい、でも私の中にその親日を超えるものがある、うん、それは愛日、はい、そこまで言える自分が、うん、まあ、日本人だったね、うん、で今度違う立場で、両方をつなぐ役割が、うん、まあ、自分ができるかな。なるほどね、はい、やっぱりこう多分旅行とかいろんな来る理由はあると思うんですけど、はい、観光名所だけではなくて、ではないですね、目に見えない部分をこう伝えていきたいっていうところがあるわけですよね。そうですね、うん、私 のツアーの中に例えばお客さんに当て字を使って日本語を教えるんですね。そうするとお客さんも自分でその当て字読めば、うん、中国語を読めば日本人に通じる言葉、うん、なるほど、なるほど。そうすると自然に、あ、日本人とコミュニケーションを取れ る喜びを感じてくれる。そうですよね、はい、こう自分が話した外国語が通じた時ってもう感動しますもんね。そうですね、まあ、日本語でもね、英語をアデジで喋ったりするとなんか通じた時の喜びありますね、うん、ありますよね、はい、ちょっとした遊び心で役に立つかなと思って。なるほど、なるほど、はい、じゃあいろんな意味でこう、日本に来たのをきっかけに、うん、そうですね、はい、本当に文字通りこう駆け足ってことになりますよね、うん、
まあ、最初の頃やっぱりクリエイターっていうのは自分の世界にこもってる人間なので、うんうん、私の仕事もほとんど長時間、うんモニターパソコンのモニターと向き合う、はいはいはい、で人と接することは少なかった、うん、なるほど今は本当に逆になるほど、ね、どの人に接触する仕事がやっていきたいな。なるほどね、はい、でもこう人に接する機会が増えるとまたこうもともとやってるクリエイティブの部分にもいい影響があるんじゃないですか。あ、おっしゃる通りね、はいはい、今まで見えなかった世界がね、うんうん、あこういうところもあるなっていう、うん、よあの素材として私たちは、はい、クリエイターとしてはやっぱり素材を集めるような癖、はい、習慣になっているので、うんはいはいはい、使う時にあこれを持ってくれば、うん、新しいものに変えていける、うん、なるほど元素として、ね、なるほど、ねはい、人もその一つの要素そうですね、はい、その言葉とかも表情とかもその中に入るかもしれないですね。確かにね、はい、はいなるほどね。本当にもうね、今後の活躍も本当にかなり楽しみなアーサーさん。いやいや、こちらこそね、目指すところが、多分皆さんも行きたいところは同じですね。うんうんうん、ただ、はい、行き方は分からない、うんうんうん。じゃあ、誰と一緒に行こうか、はいはい。そういう役割をちょっとね、慣れたらいいかなと思って。はいはいはい。まあ、これまでアーサーさんの、ツアーガイドのお話してますけど、はい、アーサーさんはこうツアーガイドがメインということではなくて、はい、まあ、いろんなグローバルに多角的にいろんなことをされてその中にツアーガイドがあるというイメージですよね。そうですね、はいはい、本当に資料を見せていただいたんですけど広告のお手伝いもしたりとか、はい、そうですね、はい、ウェブ制作も20年ぐらいやってきました。そうですよね、はい、多言語のホームページにもう制作されたりとかっていうことですよね。そうですね、僕自身、まあ、中国語と日本語の翻訳ってきますので、はいはいはい、まあ、その部分私は、担当しながら、うん、デザインまでこなせる、はいはい、で例えば韓国語とか、ロシア語とか、はい、英語とかね難しい英語の場合は、外部の、うん、プロの方に訳してもらって、はいはい、私はそのデザインを入れ替えるとかできます、うんうん、なるほどね、はい、やっぱりじゃあ今後じゃあこう世界に向けてビジネスしたいっていう方にはもうぜひアーサーさんに相談してって感じになるかなと思いますけどね。いや嬉しいです、はい、やっぱり台湾に住まれてたっていうことが台湾のこともよく知ってるでしょうし、はい、台湾の方が何を望んでるかとか、ね、そうですね、熟知してるでしょうからね、はい、今自分の立場としては多分ね、うん、両方の本音引き出せる人間、はい、なかなかその、違う国同士だとね、はい、どこまで本音が分からない。あ、はい、まあ、文化の違いとかいろいろありますね。ありますね。裏を読めるかどうかそういうところが、はいはいはい、まあ、微妙な、ね、言葉遣い で、ね、で私も、まあ、外れないんだと思って、うん、ある程度、はい、なるほど、ね、そこは私の強みかな。うん、はい、いやいや本当に、ね、今静岡の方に。そうです ね静岡に自宅があって、はい、20年ぐらい前から、はい、で東京の方に事務所があってという事務所をまた3ヶ月しか建てないようにね、そこはやっぱり今流行ってる言葉でいうインバウンド、うんうん、あインバウンド、はい、はい、インバウンドという言葉があって、はいはい、そのインバウンドリーク、うんうん、リークやっぱりいろんな、うん、まあ、方が一緒に一つの、まあ、リークになって、はいはい、でそこでいろんな業種の方と会えるチャンスがあってね、うんうんうん、はい、また新しいものを作っていく場所であって、でそこのコンセプトとしては日本の これからのインバウンドビジネスのメッカ、うんうん、皆さんがここに来れば何か新しいもの見つかる、ね、はい、情報が溢れてると、情報、そうね、はい、なるほど、ね、チャンス、僕が最初に行った時に感じたのは他の、他県にはない熱気と希望を感じたから、はいはい、うん、すぐ決めて東京に行こうで、静岡で、6年間抱えた事務所を片付けてね、うん、あ、なるほどねもうすぐ一晩で決めた。なるほど、はい、まあ、確かにね、いろんな世界中の情報集まってますからね、東京はね、やっぱり違うね、うん、ただ私も静岡でのんびりしてもう20年、はい、やっぱり特にもうすごいきつく感じる、うん、で静岡に帰るとホッとするね、はいはい、バランス今そのうまく取れてるかな。なるほど、はい、オンオフ、オンオフで東京2週間、静岡1週間くらい。なるほどね。沖縄の来ますね。沖縄で1週間とか。一番いいかもしれないですね。そうですね。一番効率が良くて、こうね。はい。オンオフ。オフ。なるほどです、ね。はい。いや、本当になんていうんですかね、朝さんと話したら、
人が好きなんだなっていうのと、うん、あのなんか人のためにやってあげたいっていう気持ちがすごい強い方だなっていう、ね、すごい感じを受けますね。いやなんかそう思っていただければね、はい、嬉しい話で、うんうん、私自身は昔人と接してない仕事、はいはい、でも決して人嫌いではない、うんうん、あのいやまあオタクではないですね、はいはい、その言葉悪いじゃなくて、うんうん、私は人を拒否するじゃなくて、はいはい、ただ 仕事柄としてそうですね、あの話す機会なくて、うん、はい、なるほどね、うん、で今あるじゃないですか、あのいい意味でバランスが取れて、あの逆にやる気が出ている。そうですね、あの今あのデザイナーとツアーガイドの共通点もたくさんありまして、うんうん、はいはいはい、一つのインプットとアウトプットが必要ね。新しい情報を仕入れして、うんうんうん、新しい形でアウトプット、はいはい、ガイドもそうですね、うん、あの観光地の情報とか、はいはいはい、それで一回自分で吸収してから、うん、どうやってお客さんに分かりやすく伝えるとか、はい、それもまさにそのデザインもそうですね、うん、はい、なるほどです。あの、まあまあ、ここ沖縄ですけども、日本沖縄含めてあのもっと世界に出ていきたいとか、うん、はい、あのまあね、グローバルで仕事したい方とかっていらっしゃると思うんですけど、例えば台湾でこうビジネスしたいっていう方がいらっしゃった時、はい、僕もその中の一人なんですけど、はあ、嬉しいです。あのそういった方にこうなんていうか、あの、うん、朝さんがこうアドバイスするとすれば、うん、どういう感じでアドバイスしますか。あ、なるほどね、まあ、同じ思いね、実は台湾人も考えてる、はい、あ、なるほど、両思いなんですね。なるほど、ただすれ違い、なるほど、の間にナコードが必要。なるほどね。で私はナコードを役とさせていただきますね。月下老人というか。なるほど、はい、じゃあお互い思ってるっていうか。そうですね、あのその情報を今ね両方の人脈をどんどん増やしていく、うんうん、で私にとってはツアーガイドはあの完全にそこにシフトしたくない、はいはい、一つはきつい仕事、かなり疲れる。そうだから 1ヶ月1回のツアーで、うんうん、5日間が1週間で集中して、うん、残りはそういう、デザインの仕事をしながらと、はいはい、あとコーディネーター、うんうん、はい、あと通訳翻訳もね含めて、でガイドやる一番のメリットというのは、日本にいながら台湾の人脈作れる。なるほど、なるほど、すごいチャンスをいただいたのが分かった。そうで今回、まあ、今日の午後来るお客さんはちょっとリピーターで、うん、はい、あの私は指導家専門なんですけど、はい、沖縄でもガイドできませんか聞かれた時にちょっとなんだできますと言っちゃったから今日来ました、はい、なるほど、なるほど、はい、まあでもね、アーサーさんみたいな方が沖縄に頻繁に来ていただいて、うん、あわよく僕はね移住してもらおうと思ってますけど、あ、嬉しい、ぜひぜひ、あのもう一つ家ねここに、はい、僕もあの仕事柄あのいろんな企業の方知ってますのでね、はい、あ、本当ですか、はい、ぜひあの一緒に台湾と日本の架け橋に、こんな嬉しい話はあの本当に予想外ですね。僕今日はあのガイドの仕事できていますから、今日実はね、あの初めてだったんですよね、はい、初めてと思わないぐらい、ね、はい、1時間前ぐらい初めてだったんですけど、はい、もう初めてだったと思えないぐらいちょっと意気投合してますね。いや、本当にそうですね、もう握手しましょう。ぜひぜひぜひ、あの本当にあの対話、うん、僕ね実は本当対話がもうね、はい、去年ぐらいからね、なぜか知らないですけど、対話が気になって気になってしょうがない。なるほどね。僕いろんな方に対話の話したんですけど、はい、対話気になるわ。あれはね、一つの名前ありますね、はい、台湾病。台湾病発作しましたなんかね出てきてますよ、病気出てきますね。何となく行きたい行きたいがしょうがなくてね、不思議でね、はい、そう言ってたらね、いろんな台湾の情報が入ってきて、そのとこにですね、で実はもう今日はね、はい、アハザーさん紹介していただいてって、なんか台湾に呼ばれてるのかなって最近思って、ね、いや私もね、はい、沖縄に呼ばれてますなんかね思い始めてるというか、不思議なね縁を感じますけどね。いやいや確かにね、来るときは来るね、縁は本当ですよね、はい、これ本当に不思議だなと思ってですね。でも本当に数分前の話なんですけど、もうちょっと台湾に行こうよっていう話に今、ね、うん、実は盛り上がってまして、はい、はい、あの僕今あの静岡にいる時よりは、はい、東京にいた方が動きやすい、うん、はいはい、一つあの飛行機ね、うん、あの台湾も毎日飛んでるし、あ、なるほど、沖縄も毎日飛んでるから、はいはいはい、手軽に、はい、行ける。そうですよね、はい、安いですもんね、比較的に安いね、安いですよね、はい、なるほど、ね、そうとビジネスとしてもね、まず最初は、まあ、最初のステップとしては、うんうん、自分がやりたいことを相手に伝えるから、うん、はいはい、あの自己 PR ね、はいはい、でその相手を選ぶ、あ、なるほど、ね、まさにあのお見合い、お見合いですね、はい、そこからねで、うまく結婚して、うん、結婚してね、いい結婚生活を送れればそうそう、ね、お互いいいってことですよね、はい、また家族増やしていく形でね、うん、はい、なるほどね、うん、
いやでもそういう機会というか、うん、いろいろ作れたらいいなと思いますけどね。どういった方々があるんですか、はい、日本にこうビジネスしたいって思っている方多いですか、うん、日本に、まあ、今のお客さんたちはある程度もう仕事が成功した方で、うんはいはいはい、もうすぐ定年、うん、で今度は彼らは日本でビジネスするよりは日本に住みたい、はい、あなるほどなるほど、はい、で若い人たちも僕知ってる人たちは日本の情報を台湾に発信する、うんまあ、ネットでいろんな自分の、はいはいはい、メディアを持ってて、うんうん、そういう形も結構いますね。情報系、情報系、はい、あと年齢層によってやっぱりこう日本に興味を持つ理由が違うっていうことですよね、うん、住みたい方と若い方はビジネスしたいっていうことですよね、はい、ビジネスもしたいし遊びに行きたいし、ね、あなんか旅行、旅行とか友達を作りたいね、あなるほど、はい、僕友達になりますよ。ぜひぜひもう最初の友達、はい、そう旅行の理由の一つは友達会いに行く、はい、だからリピーターは実は現地で友達作ってから行きやすい。で私いつも、まあ、皆さんねもうインバウンドリーグでね、うんうん、私もちょっとツアーグループのリーダーになって、うんうん、で来る理由の一つはやっぱり会いに来る誰かに、そうだからどんどん友達になりましょうっていうね。そうですよね、はい、日本人の方も台湾人の方にあなれば今度逆に私たちも日本から行きますよって言ってあげる。そうですね、はい、確かに観光地だと、うん、もう1回見たからいいよ2回見たからいいよってなるかもしれないですけど、はい、友達はね1回会ってからいいよってならないですからね。全然もう逆に会いたくなりますからね。その通りですね、うん、場所ではなく物ではなく、なるほどね、人間が最後のコンテンツね、うん、そういう意味でははい、そういうのを通じていってやっぱり一個人かもしれませんけど、うん、これがどんどん広がっていくとね、国際交流というか、あおっしゃる通り ね国と国ともね、はい、こう何ですか、こう、 うまくいくきっかけにもなりますよね。そうですね、はい、国の、まあ基本も、まあ、個人からね、うんはい、個人で仲良くなれば全体が良くなる。なるほど、まあ、なるほど、はい、でもお互い、ねうん、両思いやりながらなかなかこう、はい、連絡取る手段がないっていう状態かもしれないですね。一つはまあ言葉ですね、うん、言葉の壁は若い世代は台湾の若い世代は皆さん日本語を学んでる、うんはい、割とね片言でも話せるから。なるほど、はい、で台湾の人も日本人と友達になるとか、うんうん、とても喜んでて、なるほど、時々私が例えばロータリークラブの交流会、うんうん、通訳でやったら、はい、すごい深く交流できたなって言ってくれて。なるほど、はいはい、でも今度逆に日本人の方も片言でもいいから、台湾の言葉ね、いや僕勉強したいですね、はい、中国語なんですけど、はい、でも台湾人の中にはもう一つは台湾語という言葉がありまして、うんうんうん、日本人にとっては発音しやすい、はい、あそうなんですか、はい、もう下曲がらない喋り方でできるから、じゃあ僕でもいけますかね。あもちろんできますよ。もうバリバリでそう日本人の方が台湾にいて、うん、北京語を喋るの当たり前、あへ珍しくない。なるほど、でも台湾語喋る日本人はウケる。なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど、ウケるウケるみたいな、はい、僕ね本当に台湾行きたいので勉強しますよ、はい、いろいろ教えてください。ぜひぜひ、はい、いや本当に素敵なお話をね前半いろいろ伺ってきたんですけども、CM 明けにですねまたいろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、また CM 後によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日はですね、グローバルに活躍されておりますアーティースタジオ代表のですねアーサー加藤さんをお迎えしております。アーサーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや前半ね本当にアーサーさんの、仕事の内容、あと仕事に対する思いとですね、はい、まあ、台湾と日本についていろいろお話を伺ってきたんですけども、これも引き続きよろしくお願いします。はい、はい、もうでも朝さんのねこう野望というか夢というのはもうどんどん広がっていって、うん、まあね、先ほどもう52歳だからって言ってたんですけど、はい、この60歳までのこの8年間にそうですね、こう何ができるかっていうね はい、明確なビジョンがあるということだったんですけど、はい、朝さん的にはこの60歳までのこの8年間、うん、どういうふうに過ごしていきたいとお考えなんですか。はい、僕ははっきりしたビジョンというよりね、はい、自分を制限しない、はい、もうこれはいけない、これはダメとは言わない。なるほどなるほど、やってみよう何でも。だからちょっと変わった人間に見えるかもしれないけど、でも今しかない結局、うん、そうやれることは。いやー、はい、もうねお会いして1時間ぐらい経つんですけど何度も言ってますね今しかないっていう言葉をね。ああ言ってたんです。言ってます言ってます。あ、はい、無意識でやってますね、うん、はい、多分僕自身の仏教の、まあ、勉強が好きでね、はいはい、やっぱりそういう話も
結構自分の中に無意識で出てくるね、うんうん、で一つの言葉がとても大好きで、はい、ブッダと弟子の会話なんですね、はいはい、で弟子がブッダに聞いて人生の長さをどのぐらいと聞いた時に、はいはい、でブッダの答えは何ですかと知ってます？あ、知らないです。その人生の長さっていうのは呼吸の間だよって。あ、確かに息のしてる間だけ生きてるよ、うん、人間って、うん、でそれある意味で今しかない、うん、本当に今でしょっていう感じで、うん、誰か言ってますね、 今ね。そうですね、若い時はもちろんね、うん、今度やりましょうっていうね、うんうんうん、また後で、はいはい、でそれがどんどんなくなった自分が、うん、ちょっと焦りもとかあるかもしれないけども、でも十分やってきたな、うん、やりたいことを、はい、でも一般的にって言ったらあれかもしれないですけど、うん、やっぱりこうどちらかというと年齢重ねていくと、はい、なんていうんですかね、こう一歩踏み出すのが遅くなるっていう方も多いと思うんですよ、逆にね。ああ、そうか、守りに入るね。守りに入るとか、はいはい、まあ、今の地位を守る、ね、もしくはこう体力的なことだったりとか、あといろいろ経験してる方こそ失敗も知ってるじゃないですか。うん、そうですね。だからこそこう一歩踏み出すのが遅くなったりっていうのもあると思うんですけど、うん、逆にアーサーさんはね、年齢重ねるごとにこう踏み出す時間が早くなるっていうのは、うん、やっぱり変わるもんですね。多分昔よりはね、プライドをだいぶ消えた。あ、あのデザイナーですってやっぱ変なプライドを持ってて、ね、私のデザイン気に入らないともうやらないよって、うん、このくらいの気持ちって、はい、今はそのことなく、はい、あ、分かった、相手に合わないだけ、ちょっと自分を変えればできるっていう角度になってですね。そういえばあれですか、いろんな経験からそう思うようになってきたんですか。うん、まあ、さっきもちょっと話してば、うん、40歳の後半になってからちょっと仏教の勉強もちょっと携わって、はい、でそこから学んだことはやっぱり自分に合ってるな、うん、でそこを考えると本当に自分を変えれば世界が変わる。なるほど、ね、ああ、そういう感じで。なるほど、ね、はい、だからこのガイドという仕事も本当に別の業種でもう壁を感じる、いっぱいありますね、はい、いきなり50歳の時に別の業種に入るのもすごい勇気とよく言われますよね。そうですよね、一般的にもね、はい、もう転職する年齢じゃないですよね。もうね、怒られる、ね、奥さんにね。でも私もね、今の仕事も続けて、うんうん、はい、ただ時間がどうしてもね、足りなくなるね。なるほど、なるほど、はい、もう好奇心どんどん増えて、うんうんうん、でガイドについても下見に行く、あ、これもいける、あれもちょっと見た方がいいっていう。なるほど、ストックしておきたいね、はい、なるほどね。そう、逆に今からストックしていくのは人もそう、この人にまた会いに行ける、はい、このお店のね、ご主人の面白いで、ここの、ね、店員さん綺麗だよみたいな、うんうんうん、全部お客さんに情報として、ね、はい、そういうのが結果的にこうお互いのこう、うん、観光業界を盛り上げるっていう一番の要因かもしれないですね。そうですね、うん、まあ、今って多分、まあ、場所を中心にやってきたんですけど、うん、そうですよね、うん、まあ、もうそれもいいんですね、まあ、1回目は場所、うんうん、で2回目は人、そうですよ、ね、3回目も人になるじゃないかな、うん、はい、いやー、素晴らしいですね。いやいや、ありがとうございます。いや、なんかいろいろ企画したいですね。そうですね、なんかできそうですね、なんか、はい、そう考えると、うん、なんかでももどかしいですね。台湾の方も日本とつながりたい、日本も持ってて、はい、そうですね、そういう方がもうたくさんいるって思うとなんかもどかしいですよね、うん、はい、で、うん、まあ昔もこの私もちょっとまあ講師誘われて、うん、台湾の文化について話した時に、うんうん、自分で考えたね、はい、違う国にとって言葉、うんうん、私なりに、まあ、3つの言葉を考えて、はいはい、一番最初にぶつかったのは言葉の壁ね、うんうん、はいはい、でこうその後はやっぱり、文化、まあ、習慣が違う、はい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 、習慣の壁があって、うん、で最後やっぱ心の壁、うん、で日本と台湾の心の壁はもう取ってる、はいはい、あとは文化と言葉だけ、はい、やっていけば割とやりやすい、相手じゃないか、お互いにね、うんうん、仲良くなりやすいというか。そうですよね、はい、なるほど。でもなんか本当にね、うん、もっとアーサーさんの活動を広げていけば、うん、いや、どんどん夢に近づいてくると思うんですね。そう、僕もね、はい、今日話したらそう感じますね、はいはい、本当に予想外の展開で、沖縄にも定住したいぐらい。いや、ぜひぜひぜひ。台湾に近いからすぐ帰れる。そうですよね。はい、いや、アーサーさんはね、ご本人が思ってる以上今これから求められる人材になっていくじゃないかなと。ああ、嬉しいですね。思っておりますね。はい。いや、60歳までにね、やりたいことがあるということでね。はい。もう最近の悩みね、老眼がひどいね。なるほどね。そう、老眼鏡で生きていけない。本当に、見た目と違ってね、自分で言っちゃうのもなんですけど、お客さんから、50代?50 代にはとても見えない。じじいがという感じで、中身はね。
なるほどね、はい、でもまあ、8年って一言で言うとまだ8年なのか、8年しかない、8年もあるっていろんな考え方があると思うんですけど、うん、この8年をどう過ごすかっていうことで ね、はい、そうですね、逆にそれがすごく朝さん自体の人生が充実するかもしれないですね、うん、確かにね、まあ、またさっきの話で仏教の話だけど、うん、もしリミットとかなければ人間で延々とダラダラする、はいはいはい、惰性あるので、はいはいはい、やっぱり自分で終わりを見た方が、うん、なるほどね、別にそれは人生の終わりじゃなくてもね、うんうん、何か一つのきっかけ、区切りですよね、区切りね、うん、そう、そこがあるから頑張れる、うん、そこに向かってね、でまず今東京に移った理由としては、東京オリンピック、うん、2020年の、ね、オリンピックがすごい大きいイベントがあって、はいはい、でもちろんその後もインバウンドを続けてやっていきたい、でいろんな課題が伝わっていきます、うんうんうん、業種の中で話なんですけど、今まで旅行業と関係ない企業もたくさん今インバウンドに参入しようとしてる、ね、うん、あ、なるほど、私の周りにまずバイクのメーカー、まあ、名前言えないけど、はい、大手ですね、はい、あと大手の不動産、うん、もしくは交通系の鉄道会社、はい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 、皆さんの中に会社の中にインバウンド部門とか作ったりします。なるほど、なるほど、だけど全く知識もなく、うん、コネクションもないね、うん、ただ私に来ると台湾で何かやりたいなっていう時に、うんうんうん、まあ、相談しに来ます、はい、確かにそうですよね、知識とか人脈って切っても切れませんからね、はい、そうですね、でもなぜ大手でも皆さんこのインバウンドに参入しようとしてた理由知ってます、うんうん、いや普通にあれじゃないですか、うん、やっぱりそれだけの利益ですか、利益とかトレンドとか、はいはい、かかってる共通の問題は高齢化、少子化、やっぱりその不動産を建てても住む人は少なくなって、あ、なるほど、で鉄道を運営しても乗る人は少なくなって、なでメーカー製造しても買う人は少ないっていう共通な悩みを抱えて、で唯一その人を呼ぶ仕事というのはまあインバウンド事業ですね、はい、なるほどですね、これからどんどんもう本当いろんな別々の業種が参入してるんじゃないかな、してくるかな、あとはその働く人とかいろんな問題が今ねありますよね、そうですね、雇用が増えるんじゃないかなと思って、まあもちろんそのスキルが求められて、はい、で日本国内の市場は旅行の市場は割と今までずっと、うん、はいはい、盛んになって、うんうんうん、ただインバウンドとか海外のお客さんを呼んでくるのはあまり得意じゃないですね、うん、なるほど、はい、それはなんかうん、逆にこうアーサーさん的にはこうどうすればいいとか、うん、コツみたいなのってあるんですか、うん、まあ、僕もまだねこの業種はデザイナー、まあ、短いですけど、うん、でもデザイナーとしてはちょっとやってきた仕事をどうやって伝える、うんうんうん、はいはい、自分のことを分かりやすく短い間で信頼関係を作る、うんうんうん、そこが基本だと思いますね、なるほどなるほど、はい、この国に来た人に短い間で、あ、いい国だ、うんうん、優しい人たちだ、はいはい、また行きたいだっていう思わせる工夫が必要ですね、なるほど、はい、多分皆さんが台湾にいた時に初めていた人でも懐かしいって言われたことありますね、はい、なるほど、はい、その懐かしさというのは多分、まあ、僕の考えとしては日本時代に残された古き良き日本、昭和の日本、はいはいはい、まあ、台湾のどこかにあるな、なるほどね、はい、やっぱりこう基本的には一緒ですね、こう、うん、来た人に良さを伝えていく、でまた来たいって言ってもらえる、そうですね、っていうことなんでしょうね、これお互いの国に言いますよね、はい、そうですね、はい、でも時々政治の要素もあったりすると、うんうんうん、いらないそういうヘイトな気持ちが生まれるみたいな、はいはい、あえてどうせ私のこと嫌いだから私も優しくしてあげないとかね、うんうんうん、そういう先入観、はいはい、まあ、本当に先に飛ばらって、うん、例えば今私たちと関係ない良くない国であってもそれはあくまでも政治のレベルで、うん、民間交流は皆さん仲いいよっていうのはね、うん、事実はそうな感じですね、絶対そうですよね、はい、僕のスポーツの世界でも台湾が野球で日本と対戦して、うん、はい、日本が勝ったんですけど、もう日本の応援団は台湾を応援して、はい、そうですね、台湾はね日本の応援団に、ね、一礼したのがもうすごく感動的だったんですよ ね、 そ う、 ね、そういうところがもう兄弟みたいな感じ ね、はい、ね、あれは本当にこうまさにスポーツだなっていうね、はい、そうですね、うん、もうライバルでありながら盟友でしょ、そうですね、はい、お互いを尊敬し合ってるというか、はい、あれ別にこうスポーツの世界だけじゃなくてやっぱ個人レベルでもできますからね、できますね、はい、それが私にはやっぱ昔の日本の教えがあったからこそじゃないかな、うん、はい、
まあ、それは認めない方も もちろんいらっしゃいますけど、はいはいはい、僕たちの生態だとやっぱり、日本語を使っちゃいけない時代だったり、うんうん、台湾にいた時、はいはい、半日でした、うんうん、あの学校で教えたのは、はいはい、それはまあ、あの過去の話なんですね、うんうん、で私は日本に来た後に初めて解禁、うん、ていうかマスコミで日本語を使っ、はいはい、使っちゃっていい、はいはい、で初めて CM で日本語を流れる、うん、あ CM で、はい、そういうのちょっとびっくりした。うーん厳しかったね、こういう言葉に対する規制というか。そうですよね、はい、うん、それはまあ日本人にとっても安心な存在として、うんうん、台湾というあの、まあ、友達、うんうん、はい、でありながら、で私の感覚としてはやっぱり、はい、あの日本台湾の人から見た日本の方は、はい、遠く住んでる親戚、はい、まあ、昔近所に住んでたおじいさんかもしれないけど、今は引っ越しして遠くに離れたけど情がまだつながってて、なるほど、ね、はい、そういう意味では日本と台湾というのはなんかね、うん、深いところでつながっているというか、うん、もっと何か一緒にできるかもしれないですね。そうですね、はい、はい、あのツアーガイドを通して本音聞けますね、うんうん、あの一緒に旅してるから、はい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 、ポロッと言ったのはまあそういう気持ちで、うん、もうちょっと日本人の仲良くなればいいなっていう。なるほどね、でもそう考えると、うん、この台湾と日本がもっと、まあ、ここ沖縄なんですけど、はい、まあ、台湾と日本、台湾と沖縄っていうのはもっと交流する機会自体がまだまだ少ないかもしれないですね。うん、でもいろんなあの形で交流はされてますね、うん、はいはいはい、でもちろんね、ビジネスなどがやっぱ利益出さなきゃいけないという、はい、もうちょっとシビアな話で、うんうんうん、はいはい、で民間交流、例えばあの今言ったようにロータリークラブという、うんうん、あのね、利益ではなく、はいはい、ただ国際的な交流もやってます、はいはい、もしくはチャリティ、うんうん、で日本 の, あの方たちが、車椅子を台湾の病院とかね、うんうん、そういう寄付したりします、はいはい、そういうのもあのみんな皆さんやってますよ。なるほどね、はい、というのはあれじゃないですか、昔と違ってこう、うん、SNS だったりとか、はい、もうあの国の境目っていうか壁がもうかなり低くなったじゃないですか。そうですね、はい、もうあの個人レベルでね、はい、連絡取り合ったりする時代ですからね。そうですね、はい、まずそれを活用しながら、うん、あのもっとつながっていく。そうですよね、はい、でもやっぱりこうそういう環境を整っていたとしてもこう何かきっかけがないとつながらないので、うん、そうですね、やっぱりこう、はい、アーサーさんたちみたいな方に、はい、こう何かこうね、あのきっかけを作っていただければ、 ありがとうございます、はい、またね日本に行きたい、台湾に行きたいっていうになりますからね、はい、まさに私はあの、まあ、橋渡しという形で、うんうん、あのいつも言っているあの筒みたいな空っぽ、はいはいはい、あ、まあどこでもどうは、うんうん、私を通せば新しい世界見えるというコンセプトで考えて、いや素敵ですね。でもやっぱりこう今情報化社会っていうことでインターネットで簡単に情報、うん、世界中の情報を取れますけど、はい、やっぱりこうそこの現地に行く、実際に行く、はい、実際現地の人と話しするっていうのはもう全然違いますからね。おっしゃる通りね、はい、あの五感って感じる、うんうんうん、まあ、普通のインターネットだとまあ脳で考えちゃう、ね、はいはいはい、でもあの時はもう脳はもう後回しして、そうですよね、はい、あの昔デザイナーやりながら考えたのは、私たちは言った右脳人間、うんうんうん、全部イメージで伝えるんですね、はいはい、だから左脳で考えるのはインターネット、その文字読んで、うん、はい、でも実際に言ったら感じることはもう感覚。そうですよね、やっぱこう初めてお会いした時、あ、うん、この人いい感じだなっていうのはもう完全に感覚ですからね。そうですね、もう理屈ではなくて、そうですね、はい、土地に降りた時に、あ、ここなんかいいっていうのも、はい、ありますね。全く情報がない状態でもそう感じるっていうのはやっぱりこう五感が何かを作用してるんでしょうね。そうですね、なんか導かれるとおっしゃってね、うんうんうん、そういうのも感覚の中の一つね。理屈には説明できない、なんで私はこれに興味ある。そうですよね、はい、確かに好きとかそこに来たいっていうのにね、うん、あの理由とかないかもしれないですよね、もうね、はい、そうですね、理屈抜きでね、確かにね、好きなものを好きっていうね、はい、それは世界中の人は共通してますからね。そうですよね、はい、でも今のインターネットの時代やっぱりその、ね、毎日文字読んだり、うんうんうん、あの映像をそうビジュアルから入るから、はいはいはい、結局使うのは多分ねちょっと違ってきた、ね、なるほど、はい、確かにこう動画とかすごくね、うん、あの便利に なりましたけど、うん、はい、最終的にはこの五感っていうのがねどうしても大事になってきますからね。あの目に刺激与えすぎてもう今度は感動薄くなってきて、うん、もう二度と感動しないことは多いですね。一回目はすごい刺激、はいはいはい、感動したのに二回見たら、うん、薄くなってきて、うんうんうん、でもその場にいたら感じることは全然違う。もう一つ匂い、一つあの肌の風とかね、あのその、まあ、その雰囲気、なるほど、第六感かもしれない雰囲気というか。確かにそうですね、はい、同じ日なんか一日もないですからね。確かにね、はい、風が違う、空気が違う、ありますね、風景が違う、はい、雲が違うとかね、そこもあのすごいいいコンテンツ日本にはたくさんありますね、うんうんうん、
逆にそれを感じる、こう感性みたいなのが大事ですよね、うん、あそこはとても大事ですね、はいはい、人間でもう持っている素晴らしい才能の一つは多分感性、うんうん、それを形にすることができるから、なるほど、あの多分動物ない能力、そうですよね、はい、そこからまあ芸術とかね音楽とか生まれる、いや、はい、いやでも本当にこう台湾と日本の、うん、なんていうんですか、もう交流がもっとスムーズにっていうか、もっと気軽になっていくと、はい、なんかいろんな広がりが、うん、いや情報とかいろんなのがね、あの、はい、お互い行き交うと本当にいろんなものが広がっていって、そうですね、本当に何かいろんなことが起こりそうな予感がありますね、はい、今僕の中に一つの、まあ、ポリシーね、考えていることは、うん、まず相手が何で困ってる、うん、私なら何をしてあげられる、助けてあげられることを優先にすれば、はい、うん、あの深くつながることができますね、うんうん、まさに日本人も持っているものがたくさんあるから、はいはい、で他を助けて、で今度逆に向こうが助けてくる、うんうん、まさにあの大地震の時に助け合う気持ち、ね、はいはい、で、ね、はい、で普段はそういう災害じゃないとあまりね、うんうん、助け合うことはないのはちょっと悲しいなんですけど、うんうん、もうちょっといつでもできるように、ね、そうですね、災害がなくても、はい、そうですね、できるお互いできるようにね、確かに、でも災害の時にいち早く手を差し伸べたのは台湾でしたもんねいやこちらこそ僕が話聞いたのも昔台湾で、うん、あの大地震があって、まあ、2000年前後かな、うん、一番最初に言ったら旧状態は日本だった、あそれは割と報道されなかった、はいはいはい、それがまあ日本が先にやってから今度恩返しで来てくれるという、うん、いやそれまたねあの、うん、恩をずっと思っている台湾の人もね、うん、はい、素敵だな、もうあのニュース見た時に台湾がもうすごく早かったっていうねそうですね、うん、もう本当にまさに自分の親戚が、うん、あのね、被災者みたいな気持ちになってて、それは良かったね、お互い思ってる、いや親戚が被災者なんだったら行きますよね、そうですね、その気持ちだったらねそう知らない親戚でもねいや本当に、うん、ねえ、もうだんだん本当にもともと台湾好きなのに、ね、どんどん好きになって、ああよかった今度は台湾を愛してください、いや、あとはもう本当にね、あの実際台湾の方といろいろ交流して、はい、情報交換、ね、あの僕の台湾の方が求めてることもどんどん僕もやってあげたいなっていう気持ちになってますので、うん、はい、なんかあざあざなんか企画しましょうよ、うん、ぜひやりましょう、ね、ぜひあのぜひぜひできることをどんどんやりましょう、はい、はい、もうあと8年しかないですからねもう今日しかない今しかない、今しかないっていうね、う口癖のあざあざさんね、行動力のね、あとあの何ですか、向上心の塊ですよね、うん、まあ裏返せばね、あの計画性のない人間なんだけど、はいはい、でもそれはそれで、まあ、ここまでだから、はい、いいじゃないか、いいと思います、僕もね計画性もないんですよそう計画しすぎてもうそこ計画のだけで飽きちゃう、そうなんですよね、あと、はい、計画が悪いとは思わないんですけども、やっぱり計画しすぎると、うん、はい、その計画にとらわれてしまってる、なるほど、ね、チャンスを逃してしまうというか、はい、うん、やっぱりこう、うん、まあ、ある程度の計画も大事なんですけど、やっぱりその時の感性とか、うん、それも私は柔軟性だと思うね、はいはい、あのその場に合わせて変えられる、うん、そうですよね、力というか、もちろん、ね、方向は決まってて、そこから外れないように、うん、でその中で自由に動く、そうですよね、あ、まあ多分年の功というかいや、はい、もう年を重ねるごとに、はい、スピードアップしている阿沢さん、すごいな、そう見ていただければ嬉しいです、はい、いやでもどんどんね、阿沢さん自身がこう進化していって、うん、あのどん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 ね、あの、うん、すごい人になっていくんだろうなって、いやいや、もう60歳の頃って阿沢さんはもう堂々立ってるじゃないですか、いやそう私はそのねあまりも望まないね、はい、そうそう、もう勝手に思ってください、はい、相手のことよりは自分のことを優先に考えてるんで、うん、はい、はいはい、あの別にね、あのお母さんのことをアドバイスするじゃなくて、うん、あの自分を前に立って上に立ってっていう人間ではなく、うん、いつも裏方、なるほど、慣れてるから、デザイナーという、あ、はい、クリエイターも編集も私が編集して、なるほど、はい、逆に誰かをこう輝かす側に回りたいっていうことですか、いやそうですね、そうやってきたからね、うん、今までも逆にそれに喜びを感じるっていう、うん、ことでもあるんですか、あのやっぱりそれが何だろう、一番力を感じるじゃないですか、私いなければこの人もこんな輝かないという、ね、やっぱそこに一番自分のモチベーションが上がる、うんうん、どう何一番の理由というか、そうですね、今も実はお客さんが、あの北海道のお客さんね、風合で、見送りした後に、うん、あの、はい、とても良かった、今まで一番楽しかったっていう、うん、言われたことは、はい、なんかここの中でやったっていう、ね、はい、その達成感すごいなと思って、
そうですよね、はい、やっぱりお客さん喜んでもらうって一番のね仕事してて、そうですね、一番こう達成感を感じる瞬間ですからね。はい、もうあの私多分ツアーガイドを超えて友達になってますね、うん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 、でタワに帰ると訪ねてくださいって会いに行って、はいはい、で今度逆に招待されるね、る私は韓国役になって僕はガイドになって、なるほどね立場逆転、立場で逆転で、そう、それはまた嬉しいなっていう、あでもいい関係ですよね。そうですね、お互いに上見るっていうか、ね、うんうん、今度日本に来た時またね私がガイドする、なるほど、別のところでね、はい、いやいいですね、うん、本当に。でもいろんなあのガイドもされてるんですけど、いろんなガイドをしてるなっていう、ああそうか、このさすが人生のガイドというか、さすがいい言葉いただいて、ね、仕事とかね、はい、今後の生き方とかね、いろんなガイドを確かにねしてる方だなと思いますね。はい、でもガイドっていうのは自分でまずね行ってみないと分かんない、うん、探検しなきゃいけない、だから常に冒険してます。確かに体験して経験したことを伝える人っていうのは全然違いますからね。そうですね、そうと私の、うん、逆本読んで伝えますっていう人はなかなか伝わらないですからね。そうですね、私のヒヤヒヤあのハラハラっていう経験も、うん、あの皆さんに伝えれば、ね、そうですよね、なるほどね、そこもあの危険防止できる。そうですよね、はい、そういう意味では朝さん自体がいろんな経験しないといけないですよね。そうですね、はい、さっき話、まあ、ちょっと雑談でした時に私も2つの人生を経験してるから、うんうんうん、だいぶ得してます、ね、ああそうですよね、はい、で日本ももうすぐ20、まあ、25ですけど、はい、27年で両方一緒、はい、いやもうじゃあもう、うん、台湾人と日本人が半々ぐらいの、あそうですね上か上半身か下から分かんないけどねはい、本当に得するした人生ですよね。いやもう分かんないぐらいでここまで来たら、うん、なんでこうなったのか、うん、いやいや今後のねアーサーさんの活躍、うん、本当に楽しみなんですけど、いやいや今後はもう、はい、展開としてはどのようなお考えなんですか。考えてません本命としては今しかないという、あでもね、今のように出会った人を助ける、はい、喜ばせるのは私の役割。なるほどね、だから予定くればいい。なるほど、はい、で私ができることならやってあげる、それだけしか考えてないね。うん、はい、そうするといろんな企業が私がサポートできるし、いろんな人と一緒にやっていける。そうですよね、はい、そうすることでやっぱり必要とされる人間になっていく、イコールやっぱりこう仕事もきますし、はい、っていうことですよね。そう、もしかしたら調味料みたいな感じで、なるほど、ね、味付けね、でも調味料って大事ですからねそうそうそう、もう調味料次第でね美味しくなる、ね、美味しい、最後のこの一振りでね味変わりますからね。 それを私はやったというね。なるほど、そこだけ、あとは頑張って皆さん頑張ってください最後いいところでいい、そうそう、私いいところちょっと味付け、いやでもいい表現ですね。いやでももう確かにあの企業さん皆さんそれぞれあの、うんうん、ビジネス成功してて、私が入ることによってつながれば、はいはい、もう成功していける。そうですよね、もうほんのちょっとの仕様ね。あとこの成功したこの過程とかノウハウとかっていうのね、うん、お互いの国がこう情報公開していけばね、そうですね、いいと思いますよね。で、はい、成功されてる方、僕ねでもいろんな方会ってきたんですけど、成功された方って逆にこう自分の成功したノウハウとか伝えたがってるんですよね。ありますね、はいはい、そこは本当 の、 あの、まあ、成功かどうかわからないけど、うん、本当のなんていうか形、うん、彼が求めてる形っていうのは人にあげる、はい、うんうん、もらうというよりあげる。なるほど、ね、はい、やっぱりこうそういうふうにしてる人たちっていうのは結果的にね、うん、いろんなものもらってますよね。もっともらってます、10倍とか20倍、ね、100倍ぐらい。本当そうなんですよね、はい、それ見えないからね。私もまさにその感じしますね。なるほど、ね、はい、でもそれも話戻ると仏教の教えです。なるほど、これあれですか、アーサーさんのこの考え方っていうのは、はい、仏教を学ばれてそうなったんですか、もともとそういう、まあ、もともとあの台湾の人たちが小さい頃はもう仏教同士の神道、まあ、神道というかあの道教か、なるほど、一緒にこう邪魔ぜして、だからあまりそういうのは教義じゃないね。なるほど、当たり前で、ただ本当の教えは、うん、まあ、あの大人になってからあの本読んだり、あでその他の教え、あなるほどねっていうのはひらめいて分かったこと、なる、生活の中で当たり前として経験して、ね、後で本を読んで、あそういうことかって、なるほどね、こういうことを言ってるのはこれだって確認したっていう感じなんです、はい、でも台湾でもそういうのがもう文化として根付いてるわけですね。そうですね、僕たちも抵抗なくもう全て受け入れて、こういう神様のことを ね、はい、お線香も持つのは小さい頃からやってますし、なるほど、ただその教えはあのもちろん民間の話によるとちょっと形が変わったりしますね、うん、神様は万能とか、ね、言ってますけど、はいはい、僕たちが学んだのは
要はそのブッダはあくまでも先生、うん、導く人だ、はいはいはい、あとは自分で努力したい。なるほどなるほど。そう、努力しないでもう神様がお金くれるはない。やるのはあなただよと。そう、自分でやらなきゃ。ただ道を教えてあげる、自分で歩きなさいっていう。なるほどね。はい。でさっき言ったようにね、人に先に与えると、うん、帰ってくるのも小さい頃教えてくれたんだ、ね、親も、ねね、でもただなぜって言ってないから。なるほどね、はい、でもそれもね実際に実践してるっていうね、淡沢さん本当にすごいなと。いやいやいや、まだまだ ね、 ね途中ですけど、インターネット、フェイスブックでね、はいはい、私の、まあ、生き方にすごい励まされる方もたまに、うんはいはい、現れたり、まあ、もしかしたら皆さん見ててこの人は何をやってるのみたいな、なんか変わったものをねどんどん次は次へ出してるから自分も分かんない実は。なるほど、ね、はい、でもそういういい影響あればどんどんやってください。いいですね。もう、はい、アンサーさんが行動することがもういろんな人に影響を与えていくっていうのは本当に素敵なことかなと思います、ね、ありがとうございます。特に今 の、 もう一つの肩書きっていうのは日本参謀達人っていうタイトルをつけますね、はいはい、デザイナーとは別の肩書きというか、その達人というのは私自身じゃなくて私と一緒に回ったお客さんが達人になるよっていう、うん、あ、本当のコンセプトね。なるほど、はい、なんか自分が達人と名乗りたくない。なるほど、はい、でも皆さん一緒に成長していける形で旅に行きましょうっていう。なるほどね、はい、いやもう今日ね朝さんとお話ししてねいろんなことを本当に、学ぶことができましたし、こちらこそなんかね今日をきっかけにまたね日本と台湾が、はい、もっとね友好が深まっていくだろうなっていうのをね僕も感じました。こちらこそありがとうございます。いやいやいや、はい、もう朝さん今後の活躍もね活躍本当に楽しみですし、はい、ぜひ沖縄の永住の件も話を進めていただいて、はい、すぐ妻に聞いてみました、ね、で僕もね台湾に実際行って、はい、まあ、いろいろね見て感じていろんな人と会ってみたいなと今日思いましたのでね、はい、またぜひ朝さん番組の方にも遊びに、あ、そうですね、また呼んでいただいてください。本当にありがとうございました、はい、本日のゲスト様はですね社会中をまたに活躍されておりますアーティスタジオ代表のですねアーサー加藤さんでした。アーサーさんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。